ユーロユーロ記号はユーロ通貨のために使われる通貨記号である。この通貨記号は1996年12月12日、欧州委員会により公開された。ユーロの国際3文字コードはユーロである。特別なユーロ通貨記号もデザインされた。公開調査の後で当初の10の提案はアニツまで絞られ、最終デザインの選択は欧州委員会に任された。 結果として選ばれたデザインは4人の専門家チームが作成したと伝えられているが、公式には名乗っていない。欧州委員会によれば、グリフはヨーロッパ市民の重みを象徴したギリシア文字イプシロン、ヨーロッパの良、e、い及びユーロの安定性を意味する交差した平行線の組み合わせである。ユーロ記号のデザインの歴史の公式なストーリーは、自分が 欧州委員会より前にアイデアを持っていたと欧州、経済共同体のかつてのチーフグラフィックデザイナーアーサー・アイゼン・メンガーが主張していることにより争いの種となっている。ユーロはユニコード文字集合では文字名ユーロサインで表され、符号位置は U プラス 20AC である。伝統的なラテン文字コードの更新版にも存在する。HTML ではアンドユーロを使うこともできる。 HTML 実体は HTML4.0 でのみ導入されたので、ユーロ導入直後には多くのブラウザは表示ができなかった。欧州委員会はユーロ導入に関係する公共素材で使うユーロロゴの正確な形状と色を規定した。委員会はロゴを規定のグリフ形状とすることを意図していたが、フォントデザイナーたちは彼らが自身の変化系デザインを意図していたことを明らかにした。 コンピュータを使ったユーロ記号の生成はオペレーティングシステムと国家的な監修に依存する。いくつかの携帯電話会社は特殊な SMS 文字コード用の暫定的なソフトウェア更新を発行しあまり使われていない日本円、人民元の記号をユーロ記号で置き換えた。その後の携帯電話は両方の通貨記号を含んでいる。記号の置き場所は多様性の例として語られる。 しかし、理由の一部は置き場所に関する公式の標準がなく、各国が各種の慣習を作り出したり、かつての通貨における慣習を維持したことによっている。例えば、アイルランドとオランダは、かつての通貨記号が金額の前に置かれていたため、ユーロ記号も一般に同じ位置に置かれるが、フランスとドイツを含む他の多くの国では、3.5ユーロのような金額は、それぞれの国の かつての通貨の慣習に従って3.50ユーロや350ユーロのように書かれることも多い。セント記号の使用に関する公式な勧告はなされておらず、使用方法は参加国間や国内でも異なる。合計金額はしばしばユーロの重心表記で表現される。最もよく使われる略語は C だが他の略語としてカラット、SNT、ギリシアでは大文字のラムだ。 アイルランドでは稀に、アメリカスタイルのセント、そして科学技術及びアイ o スオーの略語、CU ロなどがある。ありがとうございます。